はい、こんにちは、ゆたです。はい。今日は、Excel おじさんだったり、監視オペレーターから、脱却する術みたいな、そういう脱却する方法、そういう話をしていきたいなと思いますね。はい。その結構ね、未経験者から、エンジニアになってとか、あとあれですね、新人で、いわゆる SES みたいな、企業に入って、そういうような現場になってしまったと。で、自分が思い描いていたのは、例えばプログラムを書いたり、システムの構築をしたりだとかっていうことだったんだけれど、結果そういうような現場になってしまったと。で、そこに何年もいなきゃいけなそうな感じがしてるみたいなね。そういうことっていうのが、結構あると思うんですね。で、仮に、僕がこういうような、状況になったらどうやってそこを脱出しようかなっていうのを、ちょっと、考えました。はい。3つですね。はい。まず1つ目は、一つ目は、まず、チャンスをちゃんと掴むということですね。チャンスを取りこぼさないようにするということなんですけど、はい。どういうことかっていうと、その結構人間って不平等なんですよね。なんですけど、チャンスって結構平等に与えられているような気がしていて、時間と同じですね。割と、チャンス、そうなんですよ。結構、たまに、あるんですよね。チャンスっぽいタイミングが。あれ、これ来てるな、みたいな。これなんか、あれ、なんかいけるな、みたいな感触っていうのがあると思うんですよ。それは、割と直感的なものだと思うんですけど、そういうのを、取りこぼさないという話なんですね。で、知らぬ間に、これ自分も含めてなんですけど、多分いろんなチャンスを逃しちゃってるんですよね。で、じゃあ具体的にどういうことかというと、オペレーターを、監視のオペレーターをエクセルおじさんみたいのをやってるとしますと。で、上司的な人が、例えば、いろいろ効率化するツールを作りたいんだよな、みたいのを、ぼやいてたとしますと。っていうのは、すごく何気ない会話の中でぼやいているんですが、それって結構チャンスだったりすると思うんですね。その何気ない会話の中を拾って、自分がガーってやっちゃうと。で、その上司の人にちょっとできたんですけど、みたいな。なれば、あれこいついけんじゃねみたいな感じの雰囲気というか、そういう
力を一応見せることができるわけですね。うん、それによってじゃあなんかまあいろいろ話が好転していくと、例えばじゃあその上司が口を聞いてくれて、そのじゃあプログラムできるからそういう開発のプロジェクトに行きたいんだねと、じゃあちょっと来月からそっち移ってあっちちょっとお願いしますよみたいのになるかもしれないし、うん、でもそれ逆にちゃん逆にそこで、まあ、何もしない、欲しいんだよねって、あそうなんですね、これで終わる場合っていうのは、まあ、何も行動してないことになるというか、何もイベントが起こんないですね。そこでなんかちょっと作ってみると、もしかすると、なんかチャンスというか何かが動くかもしれないですね。でもそこでまあ何もせずに、なるほどそうなんですねで終わってしまうと、そのイベントは起こりえないですよね、うん、っていうところで、まあなんかそういう、ところですよね。まあ全部を全部拾えってわけではなくて、まあちょっと一つの例としてっていう感じですね、うん、っていうのを、まあ、なんかそこをちゃんとアンテナを張っておくってことですね。で掴みたいのはなんかぽいのがあったらちゃんと紙なんかね、飛びかかるということですね。はい。で、2つ目ですね。2つ目はまあこれはまあなんですかね、ちゃんとやっぱ勉強はやっぱ必要ですよねという話ですね。うん。で、なんか1つ目の話にも通ずるんですけど、あの勉強なんですかね、やっぱりその監視オペレーターだったとして、その監視オペレーターの仕事だけしていても、あの自分の実力っていうのは一切広がらないわけですね。監視オペレーターで学べることを学んでしまったら、そっからって広がんないですよね、うん、だからそのなんだろう、そのいろいろ采配する人もう、この人別に何もスキル変わってないからいいやこのままでっていう風になっちゃうんですよね。で逆にこのままやなんだろう、毎日ちゃんと出社してやってくれるならもうそれでいいからっていう、結局現状維持でお互い終わってしまうということですね。なんでまあ何でしょうね、資格でも何でもいいと思うんですよ、まあ、個人的な勉強でも何でもいいと思うし、逆に IT じゃなくてもいいんですよね。例えば簿記とかそういうのでもいいと思うんですよ。まあ何がしかやっぱりそのある程度この待つ網ですよねっていうのを広くしておかないと、裾野が広がっていかないというか、まあうん、なんですかね、広がんないですよね。しそこから脱出する可能性っていうのが出てこない。しそのなんか自分本位ではなくて、なんかその物の流れをというか、そのなんですかね、流れに委ねてしまってるというか、流れ頼り、会社頼りというか、うん、そういう感じになって、うん、人頼りみたいなね、そういう感じになっちゃうんで、それだとやっぱなかなかね、拾い上げてくれる人とか、そこら辺を采配してくれる人っていうのはいなくなっちゃうと思うんですね。多分めんどくさいし、そういう人からすると、うん、受け身すぎてもね。なんで、まあ、そこら辺の何でもいいんで勉強ですね、うん、とりあえず自分の好きなことでいいと思うんですよね、っていう感じですね。はい。で3つ目はなんだっけ、あ、そうですね、3つ目は
まあ、謙虚でいることということですね。はい。まあどういうことかっていうと、まあ、あれそう、すごく、まあこれ、そのなんですかね、エクセルおじさんうんぬんとか置いておいて、やっぱり、なんですか、自分が嫌いな人に対しては、なんもその、一肌脱ぐとかっていう気持ちにはならないですよね。逆に、嫌いな人は、まあ不幸になってほしいと思うわけですよね。うん、不幸っていうか、別にあの関与したくないしっていう風になるわけですよ。うん、で、ああ、まあ何が言いたいかというと、なんかね、まあ可愛げがある方がいいというか、なんすかね、あの変に生意気みたいな感じのキャラ作りって。そのできる人がやるならいいと思うんですけど、そのそういうエクセルおじさんとかの仕事で、まあそうなんだ、ローランドみたいな感じでやってると、なんていうんですかね、それって、まあ、多分それをやっぱ采配する人から嫌われちゃう気がしていて、うん、で結局その好きなプロジェクトやりたいことに近づくために、なんですかね、まあ重要なことというか、そのまあ会社組織においてってことですね。重要なことって結局上司というか決裁権者に気に入られるかどうかに尽きると思っていて、自分があまりスキルなくてもその上司に好かれてれば、ある程度はなんか取り計らってくれると思うんですよ。でもやっぱりうざかったら相手しないしね、しないと思うんですよね。まあ、それは自分が上司の立場を想像してみると、まあそうなるんじゃないですか、そういう気持ちになるんじゃないですかっていう感じですね。うん、はい、という感じですね。なのでまあそうですね、そうなんですよ、やっぱ嫌われちゃうとね、まあ難しいと思いますよね。うん、はいはい、という感じですね。なのでまとめますと、そのチャンスがあったら掴むための、ちゃんと掴みに行くというか、ちゃんと掴んでいきたいというところと、なんだっけ、まあ何がしかの勉強で網を広げておくということと、まあうざくないというか謙虚でいるということですね。はい、ということで、いってらっしゃい。